우간다에 그막 공간 있어요. 그래서 저 공간이 日本の大学における PM 教育というので、彼はそれにフォーカスしてご説明いたします。局長、すみません。よろしくお願いします。日本プロジェクトマネジメント協会、フルゾーンと申します。今からですね、今、議長から世界の話が出ましたけど、私の場合は、実際に国内がどうなっているか、ずいぶん実例を使ってですね、実際にいくつか、2つの大学のプロジェクトマネジメント教育の実際をお見せをお話しできればというふうに。でまあ、ここに皆さんお手元にも資料があると思いますが、出ている学校、大体私調べる中で、プロジェクトマネージメントという名前でやっている学校です。これ以外にも、ね、多分あると私は思います、インターネットを引きまくりますと、もう少し出てきますけど、おおよそ我々が掴んでいるところでは、PM 専攻学科を持っている千葉工業大学、北海道大学はっきりとも日本科学研究科の中で約半年かけて実際に持ってます、東北大学はそれ私の方が直接携わっておりますので、その一部を受け持っておりますので説明いたします。大学院教育の中にですね、プロジェクトマネジメント一部を入れています。東京大学の中でやっている山口大学さん、九州大学さんは MOM ということで社会人大学生の中にこれを取り入れているとかというふうにやっています。とうとうですね、最近では少し文部省と絡んだ産学官連携推進センターの中でプロジェクトマネジメントを教えなきゃいけないなということで、こういうお話がどんどん広がっていっているというふうに考えています。他にですね、今までは大学院ですが、他に大学として国立大学、横浜国立大学とか、中央大学さんとか、神奈川工業大学とかやっています。この中のある部分はですね、我々とか我々上位機構であります、エンジニアリング振興協会がの方々がターンでですね、プロジェクトマネジメント教育もやっているところもあります。ただ先ほども何度も言います、一例ですので、皆様方の方がもう少しこの学校にはあればぜひ教えていただければと思います。今からですね、2つの事例を使いまして、じゃあ実際に具体的にどうなっているんだということをお話しできればというふうに思います。1つはですね、東北大学の、高度技術経営院というところでやっています。M さんが手に お配りしている資料とは少し資料の順序が違いますけど、全部同じページにありますのでご覧ください。ここの場合はですね、高度技術経営人材キャリアセンターというところがやってますけど、実際はですね、文部省が提唱してます、やっています、18年とか言いました科学技術関係人材キャリア多様化推進事業の一環として18年度から20年度までやられた中の一つです。で、実際はですね、20年度、今年度で第3回終わったんですが、21年度もですね、全額として予算が文部省から来なくてもやるということで、実際決定しています。先週の週末にですね、そういう来年度のですね、この塾に来る人の応募のためのシンポジウムがありまして、そこもちょっと出てましたけど、そこでやってます。で、じゃあプロジェクトマネジメントはどこに位置づけされるかといいますと、実際はですね、ここにあるんですよ。他にですね、例えば後で次のページに実際は出てくるんですが、技術経営実践とか新事業企画とかっていう、それからもう一つは人間関係理解とかいう、こういう非常に人間臭いところをやってまして、こういうのをですね、やってるところの一部分としてプロジェクトマネジメントを取ってます。あそこにはですね、当協会が入ってるし、意外にもいろいろな実際の実務やってる協会ところに入ってですね、実際の教育の現場をタッチしているということになっています。と同時にですね、ここではまたその教育した人間をどうやって世の中に送り出すかという仕組みも一緒にペアになってまして、実際にドクターとかポストドクターの方々をですね、いかにその社会に供給しているかということがやられています。ちょうど先ほどした質問がありましたですね、その学校の研究とプロジェクトマネジメントがですね、本当に結びつくのかという話があったんですが、最初ね、18年度にですね、私がやっぱりやった時に、そのドクターを持ってるその塾生の中から同じ質問が出てきました。プロジェクトマネジメントはその研究開発とどうつながるんですかということで、自分たちがこの知を極めた時に使えるか使えないかという質問があったんですが、実際はですね、その時やった回答は、皆さん方が実際にあるものを発明した、これ企業世界であります、それを今度は実際に研究開発して、ものにする、商品として売り出すまでの間も、絶対的にこれはプロジェクトマネジメントとか、マネジメント手法がいるわけですね。
実際そこで出来上がったある研究開発のある部分だけで事業化あるいはそれがお金を事業としてはならないわけですが、そういう時に多分使えるんだということをですね強調したと思っています。ということでですね、実際は高校ではですね、この大学ではポストドクター、それからその若手研究者と集めて30人です。30人、それもできれば学部間を横断してます。医学部系、工学系、それから物理、社会学系もいますね。こういうところが約1学部5、6人ずつ入れて30、約30人がずつ集めてですね、こういう塾形式で1年間、教育をやってます。じゃあどんなコンセプトでやってるというですね、大学の、これは文部省の一つのですね、方針ですから、そのドクターとかポストドクターをですね、世の中に出していこうじゃないかと。実際にマッチングしてないとやってますね。実際に求める人材と、特にドクターになってくると、マスターはなんとか就職できても、ドクターだと全くぐっとその就職ができなくて、行きにくくなると言われていますので、その人たちを、せっかくもっと専門知識をですね、活かせるように、世の中の知恵と、それからそういういろいろなマネジメント体系を教えるんだと。それをプラスして、専門知識にですね、そういうものをプラスして出すと。これが大学の責務だと言ってですね、やってます。で、実際はその、専門知識は持ってるんだと。で、福祉人材全てのその基盤となる講座の専門知識、これは持ってますね。実際にドクター取ったぐらいですから、そのくらい当然持ってます。ただし、それをですね、知識を成果に結びつける、実際それを企業社会に出れば、それ商品に生かし、それを売り出していくというところまでを、そういう基礎的なそういう実践力を身につかせる。そのためのマネジメント力を身につかせるということをやってですね、これはアプリケーション、これを長いようにして、その中にプロジェクトマネジメントの一つとして入れてあります。要するに仕事を積み立てとかして、段取りし、人をどう動かして仕事を進めていく。一つの指導のあり方として、PM が中に入っています。でもう一つは、今度は人間力としてですね、これはまた我々と違う段階で、組織を動かすリーダーシップとか、その他人に対する共感とかコミュニケーション力を活用させるんだ。社会で特に困る程度のものを全部身につけさせて出して、大学からそういうドクター、ポストドクターをですね、世界に供給していきたいという思いで作られています。で、その中で、その一つとしてプロジェクトマネージメント、一つ。それからもう経営、技術経営実践という。アランドリーというところを一つ、それから事業企画ですね、やはり、この大学ドクターの方が企業社会からですね、結局即こういう場面に持ち込む、自分で企画し自分で予算するということを取って人を使ってってやるわけですから、ちょっと企画することも大事だということで、それを勉強してと同時に当然、人間というのはそこにいるわけです、組織というわけですから、そういうものをどうやってうまく動かすということの勉強もしたいということで、1年かけてその4つ合わせてこういう技術経営塾という内容を実際はやっています。で、それをもう少しですね、簡単な言葉にしたのがこれで、あそこの大学を手下ろして、いや、申し訳ないですよ、分かる、動ける、動ける。だから、専門家の知識を持つかつ何も持ってやるために分かること。どうしてもですね、専門知識ばっかり言ってですね、そういうことはない人が多いということですね。それから、高度専門知識を実務に適用して成果に結びつける、要するにその知識だけじゃなくて、それを実際成果にどうやるか、商品にどう持ってくるかということのお勉強させる、できるということです。動けるですね。いろいろな組織ですから、状況変化に合わせて、自分の発想を変えながら動いていってということでですね、この分かる、動ける、できるということをやられてますね。で、その熱い思いとしてですね、その研究者としての期待と心を持ってやってちょうだいということを常にベースにあります。ベースにあっての、その内容です。で、実際にですね、プロジェクトマネジメントもう少し具体的にどうやってるんだということになりますと、我々はですね、大学からこのテーマをもらいまして、難しいなと思ったんですが、基本的にはですね、プロジェクトマネジメント、プロジェクトの基本を理解するんだ。なんでプロジェクトなのということですね。どうしてプロジェクトやるのというところを理解する。で、実際にやるとなったらどういうことをやるの、どうやって実際の能力を身につけ、実践するのというやり方というものを身につけていくか。それから、実際、プログラムとかいろいろお話が先ほどありましたが、そういうことをですね、構想できる力も実際に身につけてもらおうじゃないかということで、プロジェクトは何かというと、それからプロジェクトマネジメントとはどういうことか、それからそれの部分にあるですね、プロジェクトをやるのは人間であるんですが、そのそういうものをどういうものかということをですね、
毎年やって、今日は今回3年やったんですが、まあ、年々少しずつですね、変えていってます。で、実際にですね、じゃあどんなプログラムになってるんですか。これは元々資料がありますね。実際はですね、まず、4月、去年、これ今年度ですね、4月30日から2月になった、つい先週終わったところです。先週終わったところです。で、実際はそのプロジェクトは何かということから、実際です、総合演習までやります。で、その中にはですね、先ほど話したとおり、基本的なプロジェクトを進めて、基本的な道具の勉強もしますし、それからその組織のこともやりますし、コミュニケーションのこともやります。リスクマネジメントもやります。ただですね、大学から与えられているのは月に3時間なんですよ。朝9時から、9時から12時までですね。ですから前の晩から仙台に行きまして泊まり込んでいます。3時間という時間の中でやるというので、通常これだけのものを学ぶと思ったら、4、50時間いるんですが、実際それを3分の1ぐらいの時間でやると思います。で、実際は事前に資料を出して読んできて、報道となっていくことを繰り返してやると思います。で、講師陣はですね、そこに渡辺、白井、浜、杉浦、また渡辺となってますが、まあ、渡辺というのは私のところの理事でして、この PM の超ベテランです。もう3、40年、この40年近く PM をずっとやってこられている方です。それから白井講師というのはですね、これ情報系の方で、女性なんですけど、実際にですね、100人から200人のプロジェクト組織を仕切っている総長そのものの方です。で、実際に、日本ユニスでそういうプロジェクトや事業を作っていらっしゃるんですね。それから浜講師はこれはパナソニックの方で、でこの方はですね、実際にプロジェクトを今までやってきた方、杉浦講師はですね、これはリスクが得意ですけど、アルティミスっていう会社でですね、このプロジェクトのコンサルをやってる会社で、最後はまた山田辺っていう講師で締めますが、要するにベテランの方と、若手の実際にですね、現実にそのプロジェクト現場を見てる方を入れてですね、理論と実際の経験の話を混ぜてやってます。ですから、まあ3時間の中でですね、人となりと、まあ、やりながらというのはなかなか難しいので、できれば2回ずつですね、3時間を2回ずつやってやっちゃいますということでですね、こういうプログラムを作ってやってます。で、これがですね、まあ、実際 のこれ風景です。毎年毎年ですね、3年間その高度経営塾のパンフレットが今持ってますけどですね、ありまして、その中で出てる実際の写真ですね、ということで、まあ、我々ここにこういう講師もいますし、実際はですね、単なる座学ではなくて、あるテーマを与えてですね、まあ、WBS とか、そういうこのタイムマネジメントとかどうするんだって、自分自身に計画をさせます。で、一つあるテーマでやりました。で、特に今年はですね、何やったかと言いますと、大学、東北大学は10年後にどうすればいいかというテーマですね、2チーム。もしあなたが会社、社会に出たらどうしたいですかというテーマで2チーム作って、12月、11月、2月で、2月の7日に発表ということでですね、実はプロジェクトマネジメントの時にでも手法を落としてもらって、実際に具体化するところまであるということでですね、こういうものを使ってやっていただきました。ということで、ただ単にその座学じゃなくて、実際はその東北大学の大学の生徒、ポストドクターの方々が実際他の時間を使ってでもですね、やる。で、まあ、ちょっと余計な話ですけど、この事故をやって何が良かったかと一つありまして、まあ、いろいろあったんですけど、学部間を渡ったですね、人間関係ができる。若手のドクターのポストドクター。そうするとですね、それが将来にわたって、いろいろな知恵を借りたり、勉強したり、お互い知恵出したりすることができるようになったということです。非常に大学して、でその意味での評価をもらってますね。そういう、この、今まで学部ということが全く他人みたいな学部だったものが、そういう若手が集まったことによって、お互いにですね、各教室に行ってみたり、お互いにコミュニケーションができる。将来にわたって、大学としてのこのそういう財産になっていくんじゃないかなというふうに言われていますね。ということでですね、まあ、こういう今来年度も引き続きやると、まあ、大学の予算で使ってもやるということになって、同じような考え方でやっていくようになると思います。次にですね、これは北陸先端科学技術大学院大学で石川に本校があります。で、多摩地にですね、サテライトオフィスが、三重大学さんもありますよね。確か多摩地なの東京工業大学さんの方に。あの2つでやってる授業の基本の形です。で、1つは初級コース、中級コース、上級コース。で、初級と中級はですね、これ我々が直接講師を派遣してやってます。で、基本的に15個まで2単位。で、それも、すみません。石川キャンパスコースと桜坂2つのコースでやってます。で、基本のコースはですね、
PM の基本ですから、一番先ほど言ってプロジェクトは何かということと、プロジェクトを進めるにはどうすればいいか、一番先ほど言いますと WBS を使わせてみたり、実際に時間を設計させてみたらテーマを与えて、実際にプロジェクトを設計させてどうするかまでをやっています。で、中級コースはこの応用コースでプログラムのところに入りまして、実際プログラムもそういろいろ課題の中からプロジェクトプログラムを、構想し、あるべき姿からアルガムマスの姿があるべき姿を書いていただいて、あるテーマでプロジェクトを組み立てていくということまで、やってもらっています。で、実際はですね、やりながら理論を教えながら片一方で実際実践やってもらうということなんです。ということで、それから今年現実でやられているんです上級コースは、これ英語でやります。で、基本的にこの大学は全ての講義は英語ですが、我々あまり出会えて、我々2つの中級、初級、中級は全部日本語で、田中理事長、今田中理事長がですね、この来年度は、ある部分を担当していくということで、進めています。で、これ実際の講義風景です。これ石川キャンパスの事例ですね。実際にやった事例です。この時はですね、ここですね、あまり内情できないんですけど、こうやって海外の方もいらっしゃるんですよ。女性も多いです。で、ただですね、どうしても PM なんで、どうしても日本語的なロジックが入るんで、最初25人ぐらいいたんですが、最初十数人抜けられ、1日目で抜けられましてですね、あとは十数名でやったっていう、経過ですが、実際こういう石川キャンパスの場合はですね、後でも言いますけど、実際の本当の学生だけですね、学生、大学出てきて、社会経験のない方が大半です。ということで実際やってます。で、まあ、ちょっと特徴をですね、まとめていたんですが、初級と中級だけですが、石川キャンパスとかマスターコースかドクターコースで約20名ぐらいです。でどちらもそうですね、初級級。ところが、多摩市の桜田キャンパスでやりますと、これが全部リモーティーなんですよ。で、実際、その上場企業の企画の人とかですね、実際 PM の人とか、SE の人とか、自ら自分でお金を出してですね、あそこに来て、ずっと受け手の中の自分としてこれやってます。で、それはやはり、なんでですかって聞きましたら、要望がある。ただ単にその座学よりこう実際そういうもの、生なんだものを活用するためのこういうプロジェクトマネージメントのものを勉強させてくれてる方でやったということと、で、ここで一番悩んだのはですね、シラバスは同じものなんです、中級と初級は同じなんですが、実際にもうプロの人たちの考え方はまるっきり違うということで、石川キャンパスと田町キャンパスはですね、少し内容を変えてですね、実際に基本的なことを教えることは一緒なんですが、実はですね、そういうワークショップとかやるときにですね、そういうもうちょっと積む経した形でやる、石川キャンパスとかもっと優しくしてやるというか、実際にですね、世の中というか、実はもう悪いんですけど、世の中というか、それ実際の企業社会を知らない方々が石川キャンパス、多摩地域の方、実際に企業の中でズバリやってる方ですね、実際に中には大手、スリメガバンクの企画の人とかですね、実際います。大手企業の中の経営企画なのかと言いますので、実際やってることはそのまま直結する、これ習うことそれも仕事の中で直結するようなものもありますので、少しですね、中身を書いて事実はやっています。で、少し、最後にですね、まとめとしてですね、もし皆様方が、PM 教育の中でやられるときに、もし私の経験からで書いてますが、参考になればと思います。学生でですね、企業経験の有無で講義の理解が大きく変わるということが言えます。で、学校しか経験してないこと方であるとですね、相当工夫がいるということが思いました。で、特に企業での経験のない学生、マスター、ドクターであっても場合は PM 講義の各ポイント、例えば我々の場合組織マネジメントとかコミュニケーションとかいろいろと、まあ、それぞれいくつかのコースに分かれてますが、なぜこのことがやれるかということを、まずですね、その課題をきちっとですね、理解させてからやらないと、その学んだこと、我々が実際に講義することが理解されにくいということになります。これがですね、先ほどあった通り、釜地校舎、北陸センターの釜地校舎の場合は、言わなくたって、こういうケースって言ったら、そのケース自身を、学生が分かるんです。で、そういうことで、こういうことをよく工夫しなきゃいけないなって。それからですね、理論だけではですね、やっぱりちょっと難しいなということで、実際にですね、いざこの講義を終わって帰ったときに何時でも応用できるようなアルベムの実技ですね、これも一緒にこう時間を持たないと組ませてやるということで、ワークショップを含めてですね、
PM さんの基本的な部分だけは身につけて帰ってねということである時間を使ってやります。それから、先ほども言いましたが講師はですね、できれば複数の講師の方がいい、先ほどの、北陸センターの場合はですね、どうしてもその大学の規定でですね、1人しか中級は1人、初級は1人しか登録できないんです。でこれなんと今工夫をしながらやってますけど、できれば経験豊富な講師で得て増えてがあります。非常に幅広い知識体系ですので、経験の豊富な方法を特会引っかえ、シナリオをですねちゃんときちっと作った上で、複数の経験豊富な講師が出たんだろうと思います。でそしてその方にはですね、実際にプロジェクトをやったり失敗したりという事例がありますので、それを聞かせながらそういう裏打ちにあった理論というものを引導させた方がいいんじゃないかなというふうに思います。でもしですね可能であれば、資格取得を含ませた講義をする、やるんだったらこれは取れるよっていうことです。これは学生だと取れる方法がありますので、目標を設定させてですねやっぱりやるということの方がやっぱり勉強した価値が出るんではないかなと思います。ということで、例えば東北大学さんではですね PMC 少し一番やる基礎のところを53年間で50名くらい実際に取らせました。でこれ本当にですね他の学生特定は優遇してません。普通の通りに我々がやっていると同じ柔道を使わせて、実際に行って、もう上級の資格も取ってもらっています。で実際そうやってですね、やることが身につくし、実際に現実には役に立つんじゃないかなと思います。で最後になりますけど、例えばある事例がありましてですね、昔の日本新聞さん、アウルバックさんという会社の関連会社に割と東北大学から、行ったんです。呼ばれて、その方がですね、で一月後には君予算と人を投げるから、はい、これやってねと、プロジェクトやりませんか、あなたのテーマはこれだ、人はこれ、予算はこれだから3年やりなさいと来た。やっぱその時にそういうその全く知らなかったら組み立てようがなかった、その迷う時間が数ヶ月も助かりましたですね。これはこれプロジェクトマネジメント手法でやればいいんだと。実際にですねその大博士課程ですので40歳近いですね、36歳この方が実際世の中に出たときにですね、やっぱ即使える知識、せめて知ってる、知ってれば、あ、なるほど、こう読めばいいというふうなですね、身をつけることがいいなと思います。何例かですね、実際にあります。で後でメールが来てですね、ありがとうございます。このことは分かんない。このことを教えてくださいとか、このことを知ってたお二人に怒ったという話が、やっぱり実際に現場に行ってくるというのは、少しは役に立ったということになります。少し早い話でしたけど、以上で説明を。また質問とかはお受けします。ご存知ありがとうございました。ちょっと時間の関係ありますので、この後の高橋さんのプレゼン、ご講演の後に。